サッカー元日本代表の長谷部誠氏が日本時間12日 U21 フランクフルトのコーチ就任を発表したインスタグラムを更新し新しいチャレンジを心から楽しみにしていますと報告今期限りで現役を引退し長年所属したクラブでの再出発となる40歳の長谷部氏はペンを持ち契約書にサインをする様子シーンの画像を投稿日本語では この度、アイントラット・フランクフルトの U21 のコーチに就任いたしました。新しいチャレンジを心から楽しみにしています。と報告した。日本代表で首相を務め、2008年からドイツでプレー。14年からフランクフルトで活躍し、今季限りで引退した。